さあ今日は第1部で新人王決定トーナメントの決勝戦が行われました。青コーナーで出場の青井太一は準決勝で敗れるということで、岡田選手これやっぱり気持ちとしてはね、そうですね、本当ならとかね、はい、あったかと思いますが、新人を逃すと他で頑張らなきゃっていうような気持ちも強いです。それだけの選手の間ではこの新人を取るか取らないか、まあ、関係者からのもう見られ方が全く違うというのはね、感じられるところですからね。はい、でも青井選手すごいこのところ試合にたくさんエントリーされてますよね、はい、分をすごい祈ってます。解説シュートアンバサダーの工藤アナさんにもここからは加わっていただいております。さあ一方の岡田選手、加藤選手なんですが、はい、ちょっとあの勝ち星から、ね、離れていて、はい、まあ、長いトンネルになっていると思うんですが、はい、ただそれでもやっぱり練習は、ね、しっかり続けて、はい、もう東京の大会に出てきているわけですからね。そうですね、もう思い切って自分の力をと練習してきたことを信じて力を出してほしいですね。さあここは前がかり、プレッシャー与えているのは青井の方です。さあ入っていけるか加藤、ここは手数で青井が攻めます。まあ、審議官所属ですからやっぱり打撃の大会に出たりとか、はいはい、あっと、さあここにダブ、はい、押していく、ここです、この対応青井どう出る。おそらく岡田選手、加藤とするとやっぱりテイクダウンを先に決めたいと、はい、そうですね、はい、組に行くような作戦だと思いますね。ちょっと今もろ差し刺されちゃってるので、ちょっと厳しい体勢かもしれませんが、はい、そうですね、加藤選手は、はい、まあ、肩脇でいいので差し返してイブに組手を持っていきたいですね、はい。さあ渡辺選手、やっぱりこのケージレスリングというね、どうしても総合の中ではありますけど、はい、まあ、渡辺選手も、まあ、柔道出身ということで、まあ、広いスペースで投げとかは本当打てると思うんですが、はい、ケージ際の戦いってのはどうですかご自身は。そうですね、やっぱ技術がいろいろあるので、はい、しっかりやっていないと厳しい部分もあるのかなと思います。さあここは足をかけて青井が倒しましたが、ケージを使って立つ、逆に言うと岡田選手、このケージを使って立つというのもね、技術の一つになります、はい、そうですね、今の立ち方は加藤選手素晴らしかったですね。さあ、あとは差し返すか、そして、そうですね、体を入れ替えるか、入れ替えるというところです、はい。まあ、要はジャッジの印象という部分がね、この時間が長いと、おっと、さあ逆に青井が倒しましたが、青井選手は立たれないように寝かしきることですね、はい。さあバックに回れるか、残りがまもなく2分というところで後ろまで回りました青井。青井選手右足もう一本バック足入れると、そうですね、今下の方になっている、はい、足が鼠径部、いわゆる足の付け根に入ると完全、ああしかしそのまま締めていきます。まだ足が入っていないとは横に落とされるわけなんですよね。今の右足入れとけば取れたんですけど、はい。さあこれでトップが入れ替わります。加藤がトップからバックへ。さあ回り込めるか。攻守交代で加藤選手ここチャンスなんで頑張ってほしいです。逆に言うとこれ加藤もしっかり足を入れると。ね、はい、今どっちも入ってないんで。それを狙っています。まずまず片足入れないとこうやって逃げられちゃうんですよね、バックトップに。あります。まあ大きなチャンス、バックも本当に大きなチャンスになるんですが、はい、まあ、手順を踏んで。そうですね。焦らず丁寧に一個一個潰していって攻めていきたいところです。さあここは右差しになりました青井。体を生かして投げを打つかどうかです、はい。先ほどから青井選手ここから2回ケージレスリングでテイクダウンは取れてますね、取れてますね、はい。さあ第1ラウンドは間もなく残り1分という時間、足をかけます。ここはこらえた加藤。現状は青井選手の方が押しているという形なんでしょうか。どうですか岡田選手。そうですね、まあ、押し込んでるのは青井選手なので、まあ、印象としては青井選手かなという感じですね。あと渡辺選手、やっぱりこうケージ際での戦いになると、はい、動きやすく印象というのもね、ちょっと頭にはね、そうですね、ながら戦わなければいけないと、はい。結構セコンドからはね、こういう時に厳しい声かかりますからね、うん、5分2ラウンドだと特にもう1ラウンド取った方がもう勝率8割ぐらい取るんで、はい、だから1ラウンドはやっぱりこうあと残り20秒ですけれども、はい、これテイクダウンしっかり取ってっていうのはね、どうしても頭に出てくると思います。
おっと左が当たる、リートパンチから当てていった加藤、残り時間はほとんどありませんが、さあここは最後は葵がケージ際で膝、しかし加藤のシングルを抑え込みます。さあ第1ラウンド終了です。さあまず岡田選手伺います。1ラウンド、はい、いかがですか。葵選手が、まあ、積極的にこうアテンプトしていって、まあ、取ったのは葵選手かなと思います。さあ、あとは渡辺選手、はい、加藤選手からすると、まあ、対応しながら、テイクダウン狙ってるんですが、はい、あともう一手ですよね。でも左のフックが全部当たってるんで、はい、打撃のところで左のフックから次につなげられる打撃があればまたテイクダウンも取りやすくなるのかなと思います。さあ1ラウンドはおそらく岡田選手、まあ、この葵の方のラウンドになったと思いますので、さあ一方のこの加藤の方が2ラウンドどういう考えでいくか、こうなるともう2ラウンド行くしかないよ、ね、そうですよね。さあプロフェッショナルシュート公式戦2024年の開幕戦の第2部になります。第2試合67キロ契約になりました。ラウンド2ファイナルラウンド、さあスタート、頭を振って入っていく青い。あとは何を持っていけるか。これも岡田選手、加藤がちょっと5点になると、そうですね、2ラウンドも苦しい戦いになりますので、そうですね、1ラウンドと同じような展開になってしまうので、まあ、先ほど渡辺チャンピオンが言ったような、はい、左フック当たってたので積極的にちょっとリスク背負って加藤選手は攻めないと、はい、まあ、ここ今倒されかけていますが、はい、上を取れるか、取れるか、取り切った、これでいい。さあここからチャンスになります。そうですね、ここ大事に、しっかり時間を使いたいところです。まず抑えるのか、逃げる青い、ケージを使って立とうというところですが、後ろ回れるか、さあそのままキープできるか。さあ後ろはやや有利な位置につけていますが、もう一度寝かせるか、どうする、加藤、あ、離れます。さあではその左のフック出せるか、加藤、青井が先に手を出します、うん、相打ちを覚悟でも、おい、来た、さあシングル、これも切られるか、ダブります、青井。1ラウンドから青井選手の変化がすごく有効ですね、はあ、あれ見せられるとちょっとタックル入りづらくなるんですね、はあ、加藤選手は組みたいところなんですけども、あれが頭に、ここはシングルいってるんですが、首を一つ抱えながら青井がこらえます。ここは顔、あと渡辺さん、このシングルからね、はい、どう倒すかですがね。そうですね、あ、切れました。選手はグラッピングの方が得意ということなんでしょうか。ブラジリアン柔術はこれおそらく最初に入ってからかと思うんですが、もともとは空手ベースで、中学時代が、あ、まあ、空手は小学生で、中学時代は柔道に、柔道部だったということですが、ちょっと加藤が右の目あたりですかね、あれが見えてますが痛そうですね。さあ青井が左からのパンチが当たっているということになりましょうか。来た、今度は首相撲からちょっと押した、引いたか、引いた、引いた、これはストップだった。最後は左からのパンチをまとめた青井、大勝利。これは青井キャリアでもシュートでは初めてのナックアウトということになりました。まあ、あの膝がね、そうですね、1ラウンド目からあの転換を運動効果的だったので、素晴らしいタイミングで最後突き刺されましたね。まあ、あの首相撲のない膝転換をということなので、最後は頭を押さえて、そうですね、しっかり形を作って顔面を捉えました。さあ青井太一も新人王決定トーナメントでは悔しい結果に終わったんですが、シュートでは自身初の膝からのパンチをまとめてのナックアウトという決着をつけてみせました。さあ改めて岡田選手、はい、まあ、青井選手もまあ今年、去年は悔しいトーナメント終わったばっかりですけれども、はい、こういう出だしになればね、そうですね、若いですし、はい、22歳なんで、はい、ここからもともと試合経験重ねて上で行くところ見たいですね。
さあ渡辺選手、はい、まあ、決着がちょっと好ましい大気玉の決着になりましたね、はい、いかがでした、あの膝はどうですか。スイッチしてからの膝がすごい、はい、あの自然に出てて、さすが審議官だなと思いました。なるほどね。うん、まあ、幼い頃からやっぱりこう身についたものというのはもう本当に最後苦しい時にもね自分を助けるというようなことになったのかもしれません、はい、さあこれで葵太一はシュート3勝目、そしてシュートでは初めてのナックアウトを手にしてスクランブル発進した今日の戦い勝利で帰ります。